沢翔馬、11歳、66番、6号と8号で走っています。アメリカの速いチームに入るぐらいの速さになりたいです。日本にいる時の翔馬はちょっとやっぱり周りがあんまりこう翔馬をつついてくれるライダーがいないので、ちょっとクルージングじゃないですけど 100% で走れてないのはずっとこう見ててもったいないな、もったいないなっていう思いがあったんですけど、だん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 このアメリカに来て今回の3週間でちょっとずつちょっとずつ自分の中で、あ、これもできるな、これもできるなっていう自分の多分限界値を、今まで走ってたポイントよりも本人が、あ、もうちょっと上走れるなっていう多分実感の中で走れて、でそれが今日の大きいアマチュアレース、今日2日目ですけど、2日目になってかなり自信持ってスタートも切れるようになりましたし、でコースの中でもライン取りが同じヒートの中でもライン変えて走ることができるようになってたので、もうかなり自分の中で、まあ、器っていうか引き出しがこう広がり出した、自分で使えるようになりだしたなっていうのがあります。あとはこれからあとまた次のリージョナルに向けて、まあ、リージョナルっていうのが彼が出たいロレッタの最終予選なんですけど、そこに向けてやっぱり今回さっきの24番のエイデンと本人は本気出したけど、やっぱり差を感じたと思うんですね。そこを今までは想像でしか感じてなかった、イメージできてなかったと思うんですけど、で今回は現実に目の前で、しかもすぐそこでじり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 離されて、でも圧倒的な差じゃなかったから
自分の中でも自信があったろうし、あとはこれとこれを詰めれば自分の中でもしかしたら肩に手が届くかもっていう思いで今日終えられたんじゃないかなと思ってますけど。ナンバー24番エイデンを追いかけることができました。次屋に行きます。